です。必殺ホルダーね、いつか9月の5日の日にいろいろ発売されたんですけど、その中でねまだ唯一開けてない最後の1個ですね、必殺ホルダー、これを開けていきたいと思います。いやこれねめっちゃ楽しみにしてたんですよ。何かっていうと、ここにね剣とライドブックを納刀してね、こういう風に収められるっていうものなんですけど、前で言ったらねこんな風にプログライスキーもホルダーがあって、ここにね入れれるっていう、ちょっと今ウエストギリギリだから入らないんですけど、こういうのがあったんですけど、まあそれと同じような形で、ただねこれ見ると2つ入ってて、形がちょっとね特殊ですよね。こういう風に斜めってるし、しかもよくよく見るとここね、ここはなんか穴が違うんですよ、こっち側と。でこれが何かっていうと、これね剣をね入れることができるっていう、なんていうの、鞘になるんですよ、これが、っていうようなアイテム。これだからめっちゃかっこいいんで、早くね開けたいなというふうに思ってたんですけど、じゃあこれを開けていきたいと思います。それではレッツゴー。で、まずねじゃあ箱から見ていこうかな。いつも通りまずジャックンとトマメの木のワンダーライトブックも入ってるので、ここに書いてあってセイバーがいて、で今見たねこれ名前がソードライバー必殺ホルダーで、あとジャックンとトマメの木ワンダーライトブック必殺のね、この殺、必殺技の殺じゃなくて一冊二冊のね本の冊になってるっていう。で聖剣ソードライバーと連動して一冊技ワンダーライドブックを三冊収納ね。だから1、2と3、4じゃなくてここは剣が収まるっていうことですね。で上の方から見ていくと、こうでまあね、ここにはセイバーのジャックンとドマメの木バージョンのセイバーね。だからなんだ、ドラゴンジャックンになるのかな多分。でここにホルダー2つ、内側にもいますね、ドラゴンジャック、名前違うかも。で後ろには遊び方が書いてます。ここはねまあもう読む通りだと思います。ちょっとじゃあもう早速開けていきたいなというふうに思います。これ ASMR バージョンにしたところでね、音が鳴るので、
って言ったね。不思議なお豆って言ったよね。ど豆って言ったかな。お豆って言ったかな。こんな感じ。もう一回聞いてみよう。とある少年がふと手に入れたお豆が巨大な木となる不思議な話。お豆って言ってるよね。お豆って完全に言ってるじゃん。じゃあ、下の音声ね。今普通にジャックと豆の木って言ったよね。普通にジャックと豆の木、あれジャックと豆の木って言いましたよね。ジャック、ドラゴン、ジャックに変身できたんですけど、絵柄つなげるとこんな感じ。赤と緑だから、あ、結構かっこいいですね。でもさ、これさ、ファンタジスタ、ピーターファンタジスタとライオン戦記みたいな感じでシナジーのある変身かと思ってたけど、どうやら違うね。なんかもっと特殊な音が鳴るかと思ってたけど、あの専用音声っていうよりは、単純にドラゴンとジャックと豆の木っていうだけだったんで、どうやら専用のライダーベストマッチではない感じですね。ちょっとじゃあ必殺技やってみようかな。必殺音声は変わらずですね。ここが緑に光るのが初めてだから、なんか新鮮ですね。かっこいいですね。はい、ジャックと豆の木はじゃあこんな感じ。 OK、 じゃあこのまんまホルダーね、このまんまつけれるかな。結構疑問であるんですけど、このホルダーの方ちょっと遊んでいこうと思います。まずはね、こっち側、こっち側は2つね、入らないから、入れる場合はこれを取って
じですね。これちょっともう一回つけてやってみよう。よし、リベンジ。ちょっと両サイドに、両サイドにこれがあるからかなり腰が痛いんですけど。おお、こうするとでもかなり剣士っぽくなりますね。脇差し、脇差し違うか。これで、あーいいね、このアクション好き。剣士だ、剣士かっこいい。これね、うわ、やりたかったやつ、これこれ。あー楽しみ。じゃあちょっとこれで変身しようと思ったら、あ違うか、そっか、こっちに入れないといけないんだ。変身はだからこれでしないといけないんだ。こんな感じで変身できるっていうことですね。 OK で、あとはこれがね、必殺ホルダーっていうことで必殺技も出せるみたいなんで、それをやっていきたいと思います。これを使った必殺技は、剣を装着してバット、トリガーを引いて剣をバット。もう単純だね。ここにこの抜いた変身した状態で戦いながら、ここに一回収める。でさらにトリガーを引いて引っ張るっていうね、ことで劣化、居合ですよ、居合切りっていう、この静かな一瞬のこう静止からのバッっていうね、ここの引く力、これで切る。居合っていう技、バキとかでもね出てきたと思うんですけど、結構好きな技なんですよ、居合切りね。ポケモンでもよく使いますけどね、居合切り。それと同じ、やってみよう。ありがとうございました。